今日紹介するタランチュラはチャコジャイアントゴールデンストライプニーです。このねタランチュラはね、まあチャンネルね登録者とかね、まあ見てくれてる人はね多分わかると思うんだけど、一応幼体から飼育してます。今年のね1月か2月頃にね飼育し始めました。で今ねこのような状態になってます。足幅はね多分5センチぐらいはあると思うんですよ。でね餌もね牛肉も食べますし、あとコオロギもね積極的に襲って食べまくってます。観察がねとても面白いです。そしてねね6月6日にね脱皮したんですよ。でその6月6日の脱皮で4回目の脱皮になります。最初はね幼体って言ったらほんとねなんていうのかな、色がなんかこう透明じゃないけどね白っぽいというか、今度はねはっきりとね模様とかね出てませんでした。そのね幼体からね今はこのようになってね、もう成長が早いなと思います。で一応飼育環境はこんな感じになってます。よくね飼育環境でね水入れは必ず準備するようにと言われてますけど、僕はもう何も入れてません。もう土だけです。ただね常にね観察はしているので、もしもね例えばこう会社勤めの人とかだったらちゃんと水入れや温度と湿度計とかもね準備しとった方がいいと思います。まあねそんなにね言いたいことってあんまないんですけど、あ一つありました。抜け殻をね6月6日の時にね脱皮した時の抜け殻、それのね内側をね確認してみたところ、メスのね特徴である割れ目がね確認できました。意外とね小さいサイズでも確認できるんだなーってねちょっとびっくりしましたけど、なのでメスの個体だと思います。それとね脱皮してからねなんか頭がね少しなんか大きくなったなーとも感じましたね。あと模様もねはっきりしてきたし、あとね一応ねこのクモはねおとなしい性格はあるんですけど、このね今小さいサイズだとねちょっとこう振動とか与えたらね素早く走って逃げたりするので、初心者のね飼育者の方はね特に脱走されないように注意してください。それ以外はね別に毒もね噛まれてもね実際大したことないと聞いたことがあります。生体サイズのねチャコジャイアントゴールデンストライプニーから噛まれても個人差はあると思いますが大丈夫だと言っていました。実際に飼われている方がね、じゃあね今からちょっとねせっかくなので手に乗せてみようと思います。こんな感じです。まあね実際にねこう手に乗せてみたらね、なんか小さいのでねなんかこうおもちゃみたいというかねなんか可愛く感じますね。あとね昨日ねちょっとコオロギを与えたんですけど、コオロギのね L サイズをね3匹も食べてるんですよ。なのでね腹部がちょっとものすごく大きくなってます。まあね今こうねなんていうのかな冷静というか
まあ普通に飼育ねできてますけど、最初の頃はねやっぱ幼体の飼育って言ったらなんかすぐ死にそうなイメージがあったので、なんかねちょっと怖かったんですよね、あんまり自信がなかったの で正直ねちょっとダメ元でね育ててみました。もうもしかしたら死ぬかもしれないと思ってね、まあ一応それなりにはね飼育の方法の勉強はしましたけど、やっぱりねなんかこう幼体って言ったらデリケートなイメージがあったのでね、ちょっとね不安でしたが、まあこうしてねこのように立派に育ってます。もしもねその幼体のね飼育方法でねわからないことがあれば気軽に質問してください。僕がねわかる範囲内で必ず答えたいと思います。これでねシャコジャイアントゴールデンストライプの説明を終わります。